はい、えー、5月5日金曜日となります。どうもポトフです、えー。今日は金曜日ということで、新曲をお届けします。ニューミュージックフライデーをお届けしたいと思いますが、えー、もう金曜日ですね。明日と、明日、明後日で、その次仕事行かなきゃいけない。いやー、昨日配信でね、少し、和らいできたって言っていましたが、もう完全に薬の力で,で、みたいでですね、 実はあの昨日収録した後、ちょっとね、薬を飲み忘れて寝ちゃったんですよ。夜中にまた熱が出て39.9でした。もう <laughs>、そっからもう寝れなくなっちゃって。まあそっから薬飲んでしばらくしたら熱は下がっていったんですけど、もう全然寝れなくて。もう今日も辛いですね。でもう今、昼過ぎ、もう昼過ぎじゃない、夕方ぐらいになりそうですけども、ちょっと昼も、 薬を飲みましたが、今熱がちょっとあります。どうもね、あの、1日2回、一応ね、薬の注意状としては、1日3回までっていうふうに書いてありまして、まあ豚腹剤なんで、ね、痛みがある時に飲むようなやつなんですけども、まあロキソニンですね。えー、まあ、1日2回は必要みたいです。はい。1回じゃダメだったみたいです。いやー、 油断した <laughs>。ま、そんな状態なので、ええと、ちょっと <laughs>、うまく曲が紹介できるかな感じですが、まず1曲目、5月3日にニューアルバムを出しております。日本のアーティスト、チルズポットでフルカウント。はい、チルズポットでフルカウントという曲です。アルバム、ポートレイトの中からです。 え続いても日本のアーティストで、同じく5月3日リリースしてますシングルですね。こちらは、トヌンでメリーゴーラウンド。はい、トヌンのメリーゴーラウンドという曲ですね。なかなかいい感じですね。まだデビューして間もないはずですね。どうでもいいんですけど、スポティファイの Mac 用のアプリがね、なんか結構変わって、うん、操作感がだいぶ変わりまして、 使いづらい。<laughs> このね、Mac で Spotify を見てね、プレイリスト見ながら話してるんですけども、使いづらい、使いづらい。困っておりますが。えー、次はですね、えー、日本のアーティストじゃないんですが、5月3日にリリースされた新曲です。ジェイソン・ムラーズで、パンケークスバター。はい、えー、ジェイソン・ムラーズのパンケークスバターという曲ですね。 6月にニューアルバムを出す予定ですが、その先行シングルになります。3曲目の先行シングルかな。はい。まあ、アメリカのアーティストなんですけども、えっ、ー、と、水曜日にね、リリースするのは日本のアーティストが多いんですが、なぜかジェイソン・ムラーズ、水曜日にリリースしてましたね。はい。続いてはいよいよ、あのー、5月5日、アルバムが出ました、エド・シーランですね。アルバムマイナスですね。マイナスを使うとは思わなかった。<laughs> 次何なんだろうね、デバイド、えっ、ー、と、割る、かける、イコール、マイナスまで使ったよね。次なんだろうって気になるとこですけどね、アルバム名。えー、エド・シーランで、カーテンズ。はい、えー、エド・シーランカーテンズですね。今回のアルバム、まだちょっと全部聞き込んでないんですが、なんかちょっと、落ち着いた曲が多いような印象です。聞いた中ではですね。そんなエド・シーラン。 えー、実はあのー、盗作疑惑で訴えられていたんですね。で今さっきのニュースですがまあ2014年に発表してグラミー賞をね受賞している「Sinking Out Loud」っていう曲があるんですけどもそれの曲調とかリズムがですね、えー、マーヴィン・ゲイの「Let's Get It On」に似ているっていう主張でですね えー、マービン・ゲイの曲の共同制作者の遺族 <laughs> が裁判、えー、を起こしてたようです。はい。で、まあ、江戸新乱はですね、これ、敗、は、訴、い、したらもう引退するみたいなこともちょっと言ってたみたいなんですけども、あのー、なんだろう、曲調やリズムなんですよ。なんでね、聞くとね、全然メロディーは違うんですよ。うん 全然メロで一違うで、これ盗作って言われたらあんたみたいなところは本当にあってね。まあ、原告の訴えを退けたようで、はい、とりあえずよかったかなと思います。これ言い出したらみたいなところはちょっとあったんでね。はい、エドシーランの、えー、曲でした。続いても、イギリスのアーティストですね。ゲイルというアーティストで、<laughs> Don't Call Me Pretty。はい、えー、ゲイルの Don't Call Me Pretty という曲です。はい。 まだまだ若いアーティストですね。続いてはですね、ちょっとこれライブ音源なんですが、えっ、ー、と、まあ、ギタリスト、コリー・オンのギタリストのライブ音源から、コリー・オンで、フライヤーズ・ダイレクト。はい、えー、コリー・オンのフライヤーズ・ダイレクトという曲ですが、まあ、コリー・オンはですね、ボルフペックっていうファンクバンドにも所属している、まあ、ファンクギタリストみたいな感じですけども、 この今日5月5日リリースされたザ・パワーステーションツアーのアルバム、これむちゃくちゃいいです。<laughs> むちゃくちゃ良かったです。えー、続いてはちょっとハードな曲かなブリング・ミー・ザ・ホライズンでロスト。はい、えー、イギリスのロックバンドブリング・ミー・ザ・ホライズンでロストという曲ですね。昨日5月4日にリリースされているシングルです。 次もね、ちょっとハードな曲なんですけども、これはアメリカのバンドですね。エクストリームというバンドですね。はい。昔からよく聞いてましたが、エクストリーム。ただ、もう今現在のメンバーはね、ベースとドラムは知らん人です。はい。まあ、ボーカルゲイリーシェロン、ギターヌノベクテンコートってとこは一緒ですね。はい。もうメンバーがだいぶ変わって、 いるようです一度解散してますからねはい、えー、その新曲を流したいと思います二曲入りの新曲をですね5月3日にリスしておりますエクストリームでハッシュタグリベルはい、えー、エクストリームでハッシュタグリベルでいいのかな読み方がちょっとわかんないんですけどねはいエクストリームなんかヘビーになってますね <laughs> イメージよりもだいぶヘビーです。なんか最近のやつを聞くとなんかそんな感じなんで、まあリズム体が違った感じもあるのかもっとね、ファンキーな感じはあったんですけどね、昔のやつはね、結構ヘビーよりになっているかなと思いますが、続いては日本のアーティストなんですが、なのでこちらも5月3日リリースされておりますが、印象よりも こちらもなんかヘビーだなと思って、思ったよりヘビーだなと思って <laughs>、はい、聞いております。アンリでテイクオフ。はい、えー、アンリでテイクオフという曲ですね。アンリはですね、ループペダルっていうのをね、えー、よく使ってまして、エドシーランがすごい好きみたいで、エドシーランの曲をテレビとかで演奏したりしてたりしてて、なので、<laughs> ちょっとそういう曲調のイメージがあったんですが、ちょっと今回ハードな感じですね。さあ、続いて最後、10曲目となります。元オアシスの、えー、シンガーですね。リアム・ギャラガーの曲です。これは何なんだろうな。<laughs> アウトテイクみたいな感じかな。えー、リアム・ギャラガーで、I don't want to be a spider-mama.I don't wanna die. ストライプドバックセッション。 はい。えー、リアムギャラガーの I don't want to be a spider-man, マ I don't wanna die という長い曲ですね。これのストライプドバックセッション。ストリップドバックセッションかなはい。お届けいたしました。はい。ということで、10曲ですね。ニューミュージックフライデーお届けいたしました。えー、まだちょっと熱っぽいですよ。<laughs> どうしよう。このロキソニンが切れたら、でも病院行かなきゃいけないね。病院行かなきゃいけないね。いやー。 本当ね、ゴールデンウィークも終わってしまいますが。はい。まあ今日子供の日ということでね、もう一つ収録しようかなと思っていますが、なんと今日の夜はですね、私がご飯を作らなきゃいけないらしく、はい。<laughs> 大丈夫なのかという感じですが、そういえばさっきね、地震があったんですよ。なんか北陸、能登半島の方かなね、震度6強という、で、名古屋でもね、 少し揺れました。震度2位ぐらいだと思いますけどね。うちね、えっ、ー、と、見えないところにですね、壁にね、風鈴が飾ってあるんですよ。見えないんだけど。昔見えてたんだけどね。あのね、風鈴が突然鳴る時があるんですよ。それで、えその,その風が入らないところでしょ部屋の中ね。まあだから、風鈴としての機能として飾ってたわけじゃなくて、オブジェとして飾ってたね、風鈴がね。あの、たまに突如鳴るんですよ。 それが地震の合図なんです。<laughs> なんで結構地震はよく気づくんです。はい。ということですね、北陸の,北陸の方、えー、結構大きいので、余震もなんかあるみたいなので、お気をつけいただければなと思います。ということで、ポトムでした。では、じゃあね。